中国国鉄 HXD2 型電気機関車は、中華人民共和国鉄道部の電気機関車である。和解型となる前は、DJ4 型の6000番台であった。本校では、HXD2 型の他に、同形式をもとに製造された、HXD2 バイト型電気機関車、HXD2C 型電気機関車についても述べる。 外国企業との共同開発を行う HX シリーズのうちアルストムトランスポール社との共同開発で生まれた機関車であり同社が開発した標準規格プリマを採用したグループである。摂氏40度での正常運用が可能となっている。2004年6月11日に大道電力記者とアルストムが技術移転と提携。 生産の枠組みに関する協議に、調印、2007年3月12日に、大道電力記者とアルストムの企業連合が、鉄道部から180両購入の契約を獲得した。重量物を運ぶ、貨物列車用として180両が製造された。最初の12両は、アルストムのベルフォールにある工場で、製造、36両は、 部品で輸入し、大道電力汽車で組み立て、残りの132両は、初位国産化された。初号機は2007年に、フランスで船積みされ、2007年1月21日に、天津港に運ばれた。2007年5月18日には、中国国内で組み立てられた、初号機が、大道電力汽車から出場。2008年12月で、 すべての車両の車席編入が完了している。二両永久連結の35メートル級の車体を採用している。塗装は濃淡をつけた青色で、側面にビートが入っているのが特徴。連結器は自動連結器を採用しているより、干渉機は設置されていない。二両永久連結の車体を採用し、車軸は8軸で、出力9 6 0 0ット 短期で7000トン、30連で20、00トン以上の貨物列車の、牽引が可能となっている。HXD2 型1000番台中華人民、共和国鉄道部からの要望に基づき、国産部品の割合を増加させた機関車。HXD2 型と同様の二両永久連結の、車体を採用しているが、国産部品の採用に加えて、技術の向上により、 製造コストの削減に成功している。初号機は2012年4月27日に落成し、長期試験の後2013年6月5日に量産の認可を得た。HXD2 型に類似した外見を有するが、側面のビートが省略されている他前面の形状も若干異なる。2006年より、大道電力記者とアルストムは、 HXD2 バイト型について鉄道部との交渉を開始した。2007年3月12日に鉄道部は大道電力記者とアルストムの企業連合と500両の調達に合意。車両の調達、技術移転、輸入部品の採用及び技術的サポート等の4点の提携でアルストム取り分は総額約11億ユーロに対し3.1億ユーロであった。 最初の車両は2009年にフランスベルフォールにあるアルストムの工場を出場した。500両の製造を予定している。HXD2 型のような二車体連結タイプではなく1両である。塗装は同じく濃淡の青色で構成される。車軸は6軸で出力9 6 0 0ット。B 型の出力を落としたもの。 車軸は6軸で出力7 2 0 0ット。HXD2 型は、車軸の多さにより粘着力に優れることや、その大出力を活かして、大元鉄道局古等機関区に集中的に配置され、主に、耐震線にて運用されている。この路線は、山西省に産出する石炭を沿岸部へ運ぶ、路線で、数千トンから数万トン規模の巨大貨物列車が、 頻繁に通過する重要幹線である。HXD2 バイト型、C 型も貨物列車を中心に運用されている。2012年以降、ベラルーシ鉄道向けに、HXD2 型を元にした、BKG1 系電気機関車、HXD2C 型を元にした、BKG2 型電気機関車が輸出されている。ありがとうございます。